ら今日水族館行ったの。お母ちゃんなんかたくさん話すんだって。みんな見てね。では今日は日本とオーストラリアの学校の違いについてお話ししたいと思います。主に今日は5つのことについてお話ししようと思ってます。 PTA ってどんなの？ PTA ってそもそもあるの？っていうこと。あとは役員ってどう決めるの？あと強制参加はあるかどうか。あと学校と親との関わりはどうなのか。あとどんな負担があるのか。親がしなくちゃいけないことをしなくていいこと、オーストラリアと日本どう違うのかっていうのを今日はお話ししていきたいと思います。ではまず、オーストラリアの PTA ってどんなのっていうところからお話ししていきたいと思います。日本の PTA とオーストラリアの PTA ってだいぶ違うと思います。日本でいう PTA に近い形のものはオーストラリアにもあるっちゃあるんですが、スクールボードと P&C というものに当たると思います。P&C っていうのは、ペアレンツ&シチズンシップアソシエーションっていうので、これが多分一番 PTA に近いんじゃないかなと思うんですが、もう一個の方はスクールボードといって、もうちょっと P&C よりもお堅い、グループになります。私が勤めている学校、あと娘の花が行っている学校は2年ごとに投票が行われて、教員も含めスタッフから何名、親御さんから何名という形で選出されて、そのボードメンバーが学校のバジェットを決めたり、そういう大切な決定をしていく、グループはそういう形で選ばれます。その一方 P&C の方はもうちょっと緩い感じで、学校のお金の足しになるようなイベントを主催したりすることが主な活動だと思います。最近花の学校であったのは、チューリップなんかのお花の球根を売って、そこでできたお金を学校の何かファシリティの費用に充てるっていう、そういうイベントが行われました。あとは、ムービーナイト、高校だとムービーナイトがあったり、あと小学校でも中学校でも高校でもスクールディスコっていうのがあったりしてます。なんかライトがわーってなってなんか音楽とかかかるやつ、そういうイベントを主催しているのはP&C になります。そして次、役員ってどう決めるのっていう2番目のものなんですけれども、役員はなぜか毎回決まるんですよね。このスクールボードの方も、私個人としてはですよ、絶対無理って感じなんですけど、仕事もしてるし子育てもあるから、ごめんなさい私は無理ですって感じなんですけど、なぜか毎年やりたい人が現れるんですよね。でどういうふうにその2年ごとの投票が行われるのかというと、こういう感じの E メールが送られてきます。では次に、強制参加はあるの？というトピックに行きたいと思います。結論から言うと、花の学校は強制参加はありません。そして私が勤めている学校は、 P
微妙に強制参加っぽいものはあります。季節ごとのお祭りの屋台のお手伝いとか、土日にやる草むしりのお手伝いとか、そういうのですね。なので学校によって強制参加があるところ、あっても緩い感じであるところ、全くないところがあると思います。謝恩会とか卒業アルバムとか、こちらのはすごくカジュアルで、保護者が学校に来て何かしなきゃいけないってことはほぼないです。いろんなことに手をかけてない分、日本のもののクオリティには劣るけど、私はそれはそれで問題ないと思ってます。入学式もないし、あっても簡易的なものだし、終業式もありません。教員も楽だし、むしろ親は入学初日でも見送ったらすぐ帰ってくださいって言われます。その代わりといってはなんですが、親なしの生徒が主役になる全校集会はよくあります。スポーツなどの大会で活躍した子、校内でも日頃の行いが良くて表彰されることも多いです。学業だけに限らず、お掃除頑張ったでしょうとか、芸術的作品を作ったでしょうとかがあります。私がオーストラリアに来て一番びっくりしたことの一つで、生徒が賞状をもらうとき片手でバッて受け取るんですよね。お辞儀もしないし、受け取った後ガッツポーズみたいな、あれは初めて見たとき衝撃的でした。それから5つ目、どんな負担があるか、日本とオーストラリアの学校、親としてどんな負担の違いがあるかということなんですが、オーストラリアの学校に子どもを通わせていて負担が少ないなと思うところは、体育の授業は、そのままの服でみんな体育をします。なので体操靴とか上履きもない、花の学校と私の学校は上履きはないんですけれども、そのままの服で体育をする、上履きを持ち帰って洗うとかがないのは楽だなと思います。もう汗かいたらそのままの格好で次数学とかやるわけですよね。あとは給食がないので、給食袋を持ち帰って洗うとかもないのは楽かなって思います。あとは保護者会授業参観などはあるっちゃあるんですが、強制参加じゃないので、そこは仕事が忙しい親御さんは一回も来ない方とかもいます。ただよっぽどお子さんに問題がある場合は、先生側からこの保護者会絶対来てくださいみたいに言う場合もありますが、そこら辺は強制参加じゃないので楽だなと思ってます。あとさっきもちょっと言ったかもしれませんが、日本でいう謝恩会とか、先生の感謝を述べる会とか、入学式、終業式みたいのもないので、例えば朝子供をドロップオフ送って、例えばそれが年度の頭だったとしても、さよなら、はい親御さん行ってくださいみたいな感じで結構さっぱりしてます。それはすごい楽だなと思ってます。ただ負担もあるっちゃあるっていうか、私が思い浮かぶオーストラリアの学校に通わせる親の負担、思い当たることを言いますと、お弁当を作らないといけないことですね。給食がないのでお弁当を毎日作らなきゃいけないのはちょっと大変かなと思います。ただ花の学校のカンティーンのメニューを紹介します。お弁当持ってこれない子が、お弁当をオーダーして、届けてくれる給食サービスみたいなやつなんですけど、こんな感じです。というわけでスタンダードがこんな感じなので、お弁当作るのが負担とか言って、日本のすごいキャラ弁とか作ってる人からしたら、なんじゃこれって感じですよね。ちなみに私が娘の花に作ってる1週間のお弁当を紹介した動画はこちらです。あとは送り迎えをしなきゃいけないのはちょっとネックかなと思うんですね。学校によって送り迎えの時間が多分違うと思うんですけど、朝のドロップオフは8時半から8時55分の間とか、8時45分から9時の間とかって、この間に子供を学校の門に送らなくちゃいけないんですね。で今コロナの件があるので、親が学校の中に入れないから門で子供に行ってらっしゃいってするんですけど、その時間内に
全校生徒がバッと来て、バッと親御さんが車で子供たちを降ろすので、駐車場がパンパンになるんですよね。それはちょっと、めんどくさいかなというか、ちょっと嫌だなと思うんですが、日本だと子供たち小学校でもそれぞれがランドセルって学校に行きますよね。子供たちが勝手に行くっていう記憶があるんですけれども、オーストラリアだと低学年に関して言えば親が子供を学校に連れてく、送り迎え両方するっていう感じですね。ただいい点もあって、他の親御さんと仲良くなれるっていうのはありますね。門まで子供を連れてくので、他の親御さんと話す機会があるんですね。あ、この子が花が言ってたマックス君のお母さんかとか、あ、いつも花がコナー君のお話するんですよとかっていう話ができるのはいいですよね。あと門で、先生が門まで子どもたちを連れてきてくれるので、なんか先生に相談したいことがあると、そこの門の場所でちょろちょろっとちょっと先生に相談したりできるっていうのはいいと思います。保護者会の機会を待たなくても、先生に満を持して電話をして相談とかしなくても、カジュアルに先生と話せる機会が毎日あるっていうのはいいことだと思います。ただ、教員の本音としては、そのゲートに生徒を連れていくと毎回親御さんに捕まっちゃうんですよ。で、親御さんからしたら自分一人対先生だけど、先生からしたら1対25みたいな感じ で、お父さんとお母さん両方入れたら50、1対50みたいになっちゃうね。おじいちゃんおばあちゃんも入れたら1対100みたいになっちゃうかもしれないから、なるべく門では本音、すごい言っちゃいけない本音かもしれないけど、なるべく門では捕まりたくないとか、自分の仕事の時間が減っちゃいますからね。だからうまく門で話す日も作れば、さささっと逃げて帰っちゃう、門から帰っちゃう日もあるっていうのが教員の本音です。ということで、日本とオーストラリアの学校の違い、親との関わりの違いについてまとめてみました。見てくれてありがとうございます。Thank you for watching. See you later. 花今日タツノオトシゴ見たんだよ。お母すっごく喜んでたの。タツノオトシゴ可愛かったね。お家帰ってタツノオトシゴの絵描いたんだ。みんなまたね。バイバイ。